あるよね。おぉ、台湾人って何なんて、どの県民だろう。しかもなんかクリスマスっぽく店内もめっちゃなってて超おしゃれ。ということで、めっちゃ可愛い。見てすごくない。しかも店内全部上とか全部ドライフラワーが。そうなんだ。私もちょっと SNS でちょっとちらっと観音ウーロンミルクティーです。タピオカめっちゃ美味しい。こちらのある一角のあるお店にお伺いしようかなと思うんですけど、なんか若い人たちがいますね。前にあの辺にあるのかな。あれあるあった あった。気になっとったんよね、ずっと。あった。宝冠町にやってきました。で、あっちが宝冠町の商店街入り口になるんですけど、その宝冠町入り口から反対側の車線で、ちょっと分かりにくいんですけど、ここのスキーホームのこの曲がったところにある、最近ちょっとすごい私が気になっとったドライフラワーがなんか店内にいっぱい飾られとって、まあ、なんかこうなんかまあ女子がすごい好きそうなタピオカ屋さんを狙ってやってきました。私もちょっと今日場所わからんかったんだけど、こんなところにあるんですね。おお。台湾人って何なんて、何て言うんだろう。しかもなんかクリスマスっぽく店内もめっちゃなってて、超おしゃれ。ということで、警備を火曜日。はい、やって。お願いします。はい。行きまーす。めっちゃ可愛い。めっちゃすごくない。しかも店内全部、上とか、全部ドライフラワーが。見て、こっちも見て、ワンちゃんがおって、そうですね、店長が乗ってさっき言ったら、で、なぜなぁなんですか。チューチューあ、やばいです。え、あげてもいいですか。あ、全然大丈夫。仕方ないな。90、はい、どうぞ。やばい、めっちゃ早い。そうなんだ。私もちょっと SNS でちょっとちらっと見てて、すごい気になってたんですよ。すごい、めっちゃおしゃれ。すごいおしゃれ。今ドライフラワーって流行ってますもんね。そうですね、ドライフラワーって流行ってます。でお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、これが観音ウーロンミルクティー。
です、はい、基本的に映ってるメニューはタピオカが抜きでプラスしてタピオカを入れるか入れないか決めれるみたいなんで、そうなんだ、もともとは入ってないメニューにプラスタピオカを入れることができるということです。なんでこのミルクティーだけ飲むこともできると。いただきます。意外とちょっと他のタピオカの野菜に比べたらちょっと小さめなんだけど、すごいもちもちしててすごいめっちゃ食べやすい、食感もめっちゃいい感じです。だからなんかなんだかな、ミルクって感じよりかはちょっとこうウーロンのお茶の感じが強い。すいません、これって甘さとかって調節できたりするんですか？あ、そうなんだ。ポットもあるみたいなのでね、あったかい飲み物を今飲みたいときはぜひこちらぜひ、ね、当日、当日ですね、読むの当日です。当日、はい、に遊びに来てください。はい、どうもありがとうございました。カナでした。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、岡山市北区宝冠町にあります台湾ドリンク専門店紅日さんにお邪魔させていただきました。まあ、こちらのお店なんですけども、2020年の6月にオープンされたお店ということで、まあ、タピオカのねイメージが強いお店なんですけども、まあ、こちらね追加でタピオカを入れるスタイルになります。もう単品だと入ってないということなので、お間違いなくお願いいたします。で、ね、1回来てその ボトルがね残ってしまうと思うんですけど、このボトルをね、次回持参すると30円引きということです。で、まあいろんなね種類があるんですけど、どれにしようかなとか思うと思うんですけども、お店の方のおすすめはね、このフルーツティー、紅日フルーツティーがおすすめということなので、ぜひ皆さん頼んでみてください。営業時間が11時半から夜の19時までになりますね。定休日が火曜日になります。はい、というわけでちょっと場所がね分かりづらいかと思いますが、 Google マップなり何なり見て、ぜひ行ってもらいたいなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。失礼いたします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。